ロシア、オレンブルクの子供鉄道の日系ディーゼル機関車、サハリンユジノサハリンスクのガガーリン公園内の10から0、0後子供鉄道とは、主に旧ソビエト連邦を中心とした社会主義諸国に見られる少年少女たちが鉄道を専門的に学習するための補助教育機関である。子供鉄道の主な構成要素は、若い鉄道員たちにより、 通常は夏の間運営される狂気の鉄道路線である。子供鉄道では一年の残りの期間は子供たちの理論教育が行われる。子供鉄道は原型となる鉄道に極力似せようとすることが試みられている。そのため子供鉄道ではなるべく本物の鉄道と同じ設備が用いられ、その運行上の規則も一般に使用される鉄道のものに、 可能な限り近づけられている。一般的に子供鉄道は通常の鉄道網とは隔離されている。軽便鉄道であり、しばしば環状の路線を持つ。大部分の子供鉄道は都市の公園や床のための区域に敷かれている。運行機関を通じて子供たちは経験深い実技教官の指導のもと、各自で鉄道運行上の基本作業を演じられるよう知識を。 高めてゆく。子供鉄道の卒業生たちの中には、より上級の鉄道の専門教育機関に進むという動機を持つ者もいる。子供鉄道の若き参加者たちは、職業的な指導や訓練に加えて、子供鉄道内の別の文化サークル活動や運動部で自身の個性を新調してゆく。時折、公園に所在する輪のように回りながら走る列車に代表される。 娯楽的な遊具が子供鉄道として捉えられることがある。しかし、そのような見せ物は子供鉄道ではない。第一に、それらは成人によって運営される。第二に、子供鉄道は職業としての鉄道の基礎を教える組織であり、遊具には当たらない。いくつかの元の子供鉄道、例えばカザフスタン共和国アルマトイのそれは、現在は大人によって教され、 教育活動には携わっていない。それらは歴史的観点によってのみ子供鉄道と呼べる。すべての子供鉄道は狂気である。ソビエト連邦の子供鉄道の機関は通常750ミリメートルであった。これはその機関がソビエト連邦の狂気鉄道の事実上の標準だった。事実に由来し、このことにより子供鉄道はソビエト連邦で商業的に製造された。 鉄道車両とその他の機材を利用することができたのである。一つの例外として、クラスのヤルスクの子供鉄道が挙げられる。1936年の開業時はその期間は 305mm であり、1961年に 508mm 期間に改めきされた。また、ボルゴグラードと、 カザフスタンのヌルスルタンの子供鉄道は 600mm 機関であったが、その後 750mm に改めきされた。ソビエト連邦以外には異なる機関のものも存在し、それらはしばしば 750mm よりも狭かった。例えばポーランドのポズナンの子供鉄道は 600mm 機関であり、ドイツのドレスデンのそれはわずか 381mm であった。 若き鉄道員たちが近代的な鉄道の設備の取り扱いを訓練するという検知から信号や閉塞、またその集中制御は実際の鉄道と同じものが設置されることがある。ウクライナ、キエフの子供鉄道の蒸気機関車、マイナス336関連的に子供鉄道ではソビエト連邦の既存の狂気鉄道と同じ車両が用いられた。戦前、そして 終戦直後には蒸気機関車が使われていた。1960年代以降、蒸気機関車はディーゼル機関車に置き換えられたが、いくつかの子供鉄道では1980年代まで蒸気機関車が運行されていた。キエフ、ロストフとニジニノブゴロドの子供鉄道では、2010年、現在なお蒸気機関車が稼働し続けている。ベラルーシ、 ミンスクの子供鉄道のディーゼル機関車七千九百五十年代後期から千九百六十年代にかけてソビエト連邦ではディーゼル機関車が人気を博すようになり子供鉄道にも次第にディーゼル機関車が導入されていった一方電気機関車は前ソ連データン工業科学研究所の愛好家グループが設計図を引いたが子供鉄道の電化は危険なことだと考えられ 設計された電気機関車が実際に製造されることはなかった。機関車が牽引する列車に加え、自走可能の客車が使われる事例もあった。客車は、戦前は革命前に製作されたものが使われたが、戦後はポーランドのパフォアグ製のものが子供鉄道に採用された。1980年代後半には、 1950年代から生産されていた形式のソビエト連邦のデミコフスキー工場性標準型狂気客車に置き換わっていった。1989年にはソビエト連邦の 750mm 機関用の客車の生産は終了した。2003年にはノボシビルスクの子供鉄道からの発注がメトロバガンマッシュ車にあり、以後、同社製の狂気客車が2都市の子供鉄道に 納入された通常は、子供鉄道は所属する鉄道の管理部門の支援を受けていたが、それらの館長が子供鉄道に興味を示さなかった場合、いくつかの子供鉄道は文字通り愛行心のみによって創業された。愛好者には本物の車両が入手できるはずもなく、半製品の機関車や客車の部品から車両が生み出されることもあった。 全室のクラスのヤルスクの子供鉄道には、その特殊な機関ゆえに、自家製の機関車が存在する。ソビエト連邦及び世界で最初の子供鉄道は、1932年、または1933年に、モスクワのゴーリキー公園にあったコムソモールの町で、開業した。教育よりはむしろ娯楽的目的に利用された。電化されていたが、 それは1939年までという短期間で終わりを告げ、減損しない。この子供鉄道の存在が無視され続けた理由は、定かではない。ゴーリキー公園の子供鉄道の存在を裏付ける資料としては、1933年1月9日付の勇敢モスクワ紙と、1936年版のパンフレット、 ソビエト連邦の25の子供鉄道の短い記述の2つが残されているのみである。1935年にグルジアのトビリシで子供鉄道の施設が作られ、この構想は鉄道人民委員の講演を受けた。以後、子供鉄道はソビエト連邦の各共和国の首都や鉄道管理局の所在地に設けられた。1980年代中期には、 ソビエト連邦では少なくとも52箇所で子供鉄道が稼働しており、ほとんどが鉄道省の管轄下にあった。ソビエト連邦の例に習い、ブルガリア、ハンガリー、東ドイツ、チェコスロバキア、中国、キューバなどの社会主義国にも子供鉄道が作られていった。多くの場合、政府の補助が欠如して、その他の国々でも必ずしも、 訓練の機能を有しているとは限らず、一部は公園の普通の乗り物に転換された。ソビエト崩壊以後、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、ラトビア、リトアニアの多くの子供鉄道は撤去されるか、大人が運営する娯楽施設に変化した。ロシアでだけは廃止されたものはなく、2004年以降3カ所で増加した。ベラルーシでは、 民宿でだけ存続している。ウクライナでは主要都市で健在である。ロシア連邦では現在20以上の都市で運行されている。子供鉄道で若き鉄道員たちは鉄道の専門知識の基礎の大部分を学ぶ。同時に下記の訓練での単独作業は子供が鉄道で働くことへの関心を促す。1950年代から1970年代にかけて 三分の一から半分の子ども鉄道の卒業生が鉄道専門の中近年ではこの比率は大きく減少している。子ども鉄道の教育的価値は多面的である。鉄道での他の係員の相互協力なしの作業は想像以上に孤独である。ゆえに若き鉄道員たちがチームワークについて学ぶことに貢献していると言える。制服をまとった若き鉄道員は 異なる年齢や異なる学年の子どもたちから構成される。多くの階層では若き鉄道労働者たちには大人を含む鉄道の利用者との緊密な交流が求められる。このことは子どもが同輩以外との間でもコミュニケーション技能を磨くことに寄与する。子ども鉄道での労働は子どもたちに彼らの行動への責任感を与え、 安全に関する規則の鍛錬と遵守等を伝授する。上記に加え、子供鉄道は子供たちの余暇活動を組織し、個性を育み、また視野を広げさせてくれる。ウクライナ、ハルキウの子供鉄道の高架橋ほとんどの場合、子供鉄道は乗り物としての価値を有しておらず、乗客からは単なる遊園地の遊具だとみなされている。ごく稀に、子供鉄道は、 都市と郊外の公園との間の旅客輸送に用いられることがある。しかしこの法則にも例外がある。第二次世界大戦中には、スボボードヌイの子ども鉄道は、郊外の農場から町への食料輸送を担った。戦後、リトアニアのビリニュースでは、市の熱供給発電所への石炭輸送に用いられ、ジニノブゴロドの子ども鉄道は、市電やバスともに公共交通の形態を取り、 若干の収益を見た。ありがとうございます。